からスタートの清水ルーフもジャンプ。土屋ベイルサイドが遅れたか。やられた。ハイブースト。トップは黒沢456。後ろがどたついているうちに逃げる作戦だ。バックストレート、鈴木 F40、 中谷 NSX をパス。あー、シフトミス。この土屋ベイルサイド、こうなりつつ NSXR に負けていない。この対決はシビアになりそうだ。ワイパー動かしてるよ。あ、これ違う、ロッシャーじゃないよ、これ間違えて、ワイパーする最中。あ、これ違う。怖いよ。コーティング来たか。仲のいいおじさんたちでした。その後ろではドリドリがコースアウト。不満ないよ。立ち上がりでみんなに置いてかれちゃうより、どんどんその分離れていってるね。その後方では中谷 NSX が追いポルシェに仕掛けた。うわ、全然進入が違う。やろう。サイドバイサイド。おい、押さえてね。最新コーナー勝負。おい、抜けるか。さあ、チェッカー。トップは鈴木 F40、 続いて NSX ベイルサイドの日本車勢。ランサーは極悪ブロックで4位をキープ。悔しい追いポルシェだが、なんとルーフの前でゴール。気になる清水ルーフはなんとリアブレーキの付け間違い。